あそこ見た？なんか動いた気がする。ただの雪の吹き溜まりだろう。見間違いじゃないのか？違うって。うちの視力をなめないで。近づいて確認してみよう。おい、隠れてないで出てきたら？そのままだと寒くて凍え死んじゃうよ。我慢したってしょうがないのに。どいてろ、美月。耳を塞ぐ者への一番の対処法は、目の覚める一撃を与えてやることだ。ちょっとお兄さん、雪に隠れていたからっていくらなんでも槍で刺すなんてひどくありません？あー、でも皆さんが悪いわけではありません。僕が出てこなかったのが悪いのです。刺されて当然。むしろこうやって知り合えたのですから幸運かも。で、ジェパード様はどちらに？結構懇意にさせてもらってるんですが。誰それ？おや、あなた方は青鎧じゃないのですか？それならそうと早く言ってくださいよ。同士討ちになるところだったじゃないですか。僕は散歩コースキと申します。お会いできて光栄です。いいお名前だ。鹿と胸に刻んでおきます。それにしてもこんな雪の中で生きた人間に出会うとは。近頃は商売も厳しいですが、僕は横取りしたりしませんのでご安心ください。財宝はたくさんありますから、みんなで儲けましょう。あ、僕も仲間に入れてくれませんか？確かな情報を持ってますよ。シルバーメインの主戦力が前線に派遣された今こそ絶好のチャンス。ひどい。僕を信用していないのは分かりますが、ここまでとぼけられるとは。分かりますよ。同じ商売をしている者同士、警戒されるのも無理はない。親切にしてしまった僕が悪い。こうして出会ったのも何かの縁。知りたいことがあれば何なりとお聞きください。僕の知る限りのことをお答えします。あー、でも手短にね。シルバーメインに気づかれてしまいますから。難しい言い方をされますね。要するに人が集まっているところでしょうか。外を歩いても見つかりませんよ。この世界で人類が住まう場所は我々の敬愛するベロブルグのみです。孫悟の都、永吉の城、人類が寒波に抗う最後の砦。仰々しく聞こえるかもしれませんが、全て事実です。人類はこの鉄壁の中でしか生きていけませんから。僕ですか？あなた方に驚いたからですよ。この辺りで古代遺物を手に入れて人儲けしようとしていたんですが、あなた方が騒がしかったのでシルバーメインが来たのかと思って。お願いですから、次からはお静かに。あなた方と出会ってもシルバーメインは雪に隠れたりしません。牢屋に入れられますよ。本当に？シルバーメインはベロブルグの軍隊、執行者、警察、融通が利かない連中で、僕たちのような商人の敵です。はあ、本当に新参者でしたか。これほどの初々しさ、見捨てては胸も痛むというもの。こうしましょう。僕は一応あなたたちの先輩ですから、ただで指導して差し上げます。この仕事には守るべきルールがたくさんある。
潜入にも商品を探すにも値段を見積もるにもシルバーメインから逃れるにも、その全てに技術が必要ですからね。そこまでは必要ないよ。それよりうちらを町まで案内してくれないかな。道がよくわからなくって。町？まさかこれで帰るおつもりで？まだ今日の営業を始めていないお嬢さん、道案内は結構ですが。ですが、僕は心優しい散歩と呼ばれるくらい人助けが大好きなんです。あはは。さあ我が友よ、僕についてきてください。もちろんシルバーメインに見つからないよう声は抑えめでね。ところで、なんでシルバーメインを避けてるの？それは古代遺物をいくつか頂戴しただけで大したことはしていません。攻めるならあの頭の固い執行者たちを攻めてくださいね。ところで皆さんはどちらのご出身ですか？よからぬ意図はありません。新たな友に興味があるだけで。嫌なら言わなくても結構。七つ目のルールは足跡を残さないこと。僕だけの隠し技なんですけど、雪に痕跡を残さず追っ手を振り切ることが。これは？おっと、先ほど話したシルバーメインのことを覚えていますか？こちらの方々がそうです。手を貸してください友よ。捕まるのはごめんです。容疑者とその仲間を発見、すぐに逮捕しろ。チャンス、ここは任せた友よ。ちょっとあんた、怖くないよ。ついてないね。怖くないよ。すべては星々の星々よ。開拓者たちに真なる祝福を。誰かな。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。うちの出番。ジェパードランドル、シルバーメインの受影官だ。速やかに無意味な抵抗をやめろ。わけわかんない散歩にやられてムカついてるところなのに。容疑者め、抵抗をやめて降伏しろ。君に扱いされてもっとムカつく。誘った覚えはないけど。やれやれ。うちがいるんだから負けないよ。即戦即決といこう。集中しろ。恐れることはない。殴ったね。うちに出くわすなんてついてないね。動かないでね。今祝福してあげるから。
たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。始めるか。ルールは破るためにある。即戦即決と行こう。今さら後悔しても遅い。これで終わりだ。青髪の主犯は。申し訳ありません、長官。見失いました。足跡も見つからず。構わない。仲間を捕らえた以上、主犯もそう遠くへは行っていないはずだ。必ず行動を起こすだろう。ほんだ、あんな奴と仲間なもんか。かばってるわけじゃないよ。本当に仲間じゃないんだもん。躊躇なくうちらを見捨てたの、あんたも見てたでしょ。せっかく手を貸してあげたのに、うちらを利用するなんて。信じてうちがバカだった。私は受衛官だ、仲裁人ではない。ベロブルグの市民として君たちには自らを弁護する権利がある。だがそれも喧騒者たちの目前で行うこと。今ではない。連行しろ。でもうちらはベロブルグの市民じゃない。黙れ、そんなデタラメは。いや、そう軽率に判断するな。この者たちの装いは確かにベロブルグの者とは異なる。そうそう、写真もあるよ。まだ自分たちの星の姿も知らないでしょ。うちらが撮ったヤリイロ6を見せてあげるよ。この白い球体が、ここ俺たちが住む場所なのか。なんという。はるか昔はよく天外より来訪する者がいたと聞く。しかし寒波が発生して以来、吹雪を越えてベロブルグを訪れる者はいなくなった。しかしこの者たちは。これはもはや我々が判断できることではない。彼らの言葉が真実ならば、どうするか決められるのは大守護者様のみ。この者たちを大守護者様のところへ導くのが私たちの使命だ。よそ者よ、ついてくるがいい。ベロブルグはこの吹雪の先にある。ようこそ、ソンゴの都ベロブルグ。君たちが今立っている地はベロブルグ。人類が寒波に抗うための最後の砦だからだ。最後の砦？はあ、700年前、天外より現れたモンスターが星を燃やした。その頃の大地は焦土と化し、至る所に溶岩と煙が満ちていたという。そんな存亡の危に瀕した時、突如として寒波が訪れた。連綿と続く吹雪が侵略者の軍団を滅ぼし、残るはベロブルグのみ。堅強な喧騒者たちがこの町を築いた。ソンゴのクリフォト様のご加護のもと、ベロブルグは風雪に侵されてもなお永遠に暖かいままである。変な話し方。もともとが彼自身の言葉ではなく、
何かの書籍から引用したものなんだろう。そっか。じゃあなんでうちらにこんなことを話すんだろう。君に聞かれたからだ。眼差し。町の外で変わった生き物を見た。あれは侵食された空間、裂界から現れたものだな。知っているのか。そうだ、カンパ以外にも多くの脅威がある。君たちが見たモンスターもその一つだ。シルバーメインはずっとあれらと戦ってきたが、状況はあまり芳しくない。大守護者様への謁見が終わったら君たちの意見を聞かせてほしい。情報着いたぞ。ここがクリフォト城、ベロブルグの心臓であり剣奏者の本部だ。クリフォトは孫悟の象徴。剣奏者たちはあの方の呼びかけに応じベロブルグを築き上げ、天災と寒波から文明の灯火を守ったのだ。尊崇の念を示すため我々はこの城にアイオーンの名を名付けた。クリフォトの庇護を受ける剣奏者たちもこれまでの長きにわたってこの都市を引き、外部からのあらゆる災いと戦っている。この城は大守護者様の住居だ。大守護者？剣奏者たちによってベロブルグのリーダーに推薦された方のことだ。彼女たちは代々この都市を守り民を庇護してきた。現代の守護者はカカリア・ランド様。都市で敷かれている重要な政策は全て彼女が決めたものだ。おお、つまりお偉いさんってことね。これからカカリア様に謁見する。伝えたいことは先に準備しておいた方がいい。お忙しいお方だ。要件だけ簡潔に述べるようにな。え、もう会うの？先にどっかで身だしなみを整えた方がいいんじゃない？時間の無駄だ。誰も気にしない。先に使者を送っている。カカリア様はすでに君たちの来訪をご存知のはずだ。早く行くとしよう。犠牲には何の意味もありません。不適切な。下がってよいブローニャ、来客だ。お母様。大守護者様、3名のよそ者を連れてまいりました。死者から話は聞いている。よくやってくれたジェパード。貴様も下がってよい。ようこそ寒波の向こう、いえ天外より訪れし客人と言うべきかしら。私はカカリア・ランド、ベロブルグの守護者たる者。この場で皆々の来意を尋ねよう。疑ってほしいのかしら。自分から言い出したことなのに自信がないのね。そうね、疑ってないわ。あなた方がこの世界のものではないと知っているから。剣奏者は歴史を覚えてこそ己の初心を忘れずにいられる。遥か昔、寒波が訪れレギオンが侵入する前、この世界は輝かしい繁栄を遂げていた。アイオーンはこの星を他の世界とつなぎ、我々は果てなき銀河に存在するあまたの可能性を知った。そして琥珀の王クリフォトが、アイオーンが見守る中で我々は壁を築き始めた。だから驚くことはない。700年もの間、剣奏者は星空からのメッセージを受け取っていないとはいえ、
あなた方の存在は知っている。さあ、その目的を言ってごらんなさい。俺たちがここに来たのは、性格というものを探すためです。性格？突如として各世界に落ちた物質。その出現は薬剤を意味する。これまでの旅で性格に侵された星を数多く見てきました。先ほどあなたは反物質レギオンの侵入について触れていました。つまり奴らがこの星に来て間もなく寒波が訪れた。そして寒波と同時に裂解という空間侵食現象が発生したということですね。そうだ。だから反物質レギオンはいつも性格と同時に現れるの。性格が埋め込まれた世界には裂解が出現するし、寒波だって。性格があんたたちの星に適応して作り出した災いに間違いない。うちらをね、銀河を旅して性格の恐怖から世界を救う熱心な旅人だって思っていいから。現状をよく分析したものだ。そう、確かに我々は様々な災いと戦ってきた。そしてその中の多くは今も我々を脅かしている。だがそれとあなた方と一体何の関係があるのかしら。たとえ本当に性格というものが存在し災いを引き起こしたのだとしても、あなた方とは無関係。自分と関係のない星を救うために骨を折り、何の見返りもいらないなどという話を信じるほど私は甘くないわ。おっしゃる通り、俺たちがこうして協力を求めているのは両者の利益が一致しているからです。性格を封印しなければ俺たちもこの星を離れることができません。そう、うちらはすごいよ。あなた方にはその性格を封印する手立てがあると？俺たちなりの方法があります。わかりました、信じましょう。今の状況が本当に性格と関係があるならば、あなた方はベロブルグが700年間待ち続けた希望の星。可能な限りの援助を行い、性格の探索に協力しよう。さあ、今日はもう遅い。あなた方も疲れているはずだ。町で一番のホテルを手配するからゆっくり休むといい。明日の正午、再び使者を送りあなた方を招待する。この件について改めて話し合おう。こちらこそ天外の客人よ。私も性格と関わりがありそうな記録を調べるのに時間がかかりそうだ。ここで失礼する。もちろん分かってるわ。焦ることはない。方法ならあるから。大守護者様に気に入られたようだな。僕も君たちの行動を制限しなくていいとの命を受けた。なんたってお城の主だからね。リーダーとしての自覚がすごい。ああ、かっこよかったな。それじゃあ僕は公務があるから駐屯所に戻るよ。ベロブルグを楽しんでくれ。ちょっと待って、おすすめの観光地とか教えてもらえないかな。時間もまだ早いし、もう少し見て回りたいの。観光なら黄金シアターか歴史博物館がおすすめだけど、博物館は身分証明書が必要だから、先に常冬の日を見に行った方がいいな。ベロブルグで最も意義のあるランドマークだ。音楽に興味があるならカラクリ工房パーペチュアルに行くといい。あそこではたまに
野外公演が開かれる。演出者は、いや、自分の目で確かめた方が早いか。それとゲーテホテルへ行くのなら、その隣でシルバーメインが見張りをしている路地を見かけると、あまり近寄らないように。そこは最近烈火の影響で封鎖されたばかりなんだ。町の内部にまで侵食が及んでいるのか。厳しい状況だな。ああ、僕たちは今もそれと戦っているんだ。では君たちの幸運を祈るよ。見て、あの氷像の形変わってるね。この町と妙に調和してるって感じ。どんな素材かはわからないが、氷でないのは確かだな。それもそっか、この町って結構あったかいもんね。あれ、あそこに子供がたくさんいる。ちょっと行ってみない？まずは自己紹介を。私はシルバーメインの情報官、そしてこたびのベロブルグ歴史の旅で臨時ガイド役を務めさせていただきます、ペラギア・セルゲーブナと申します。ペラとお呼びください。ペラ一部の大人はさりげなく子供の真似をしないでください。ではご覧ください。こちらが常冬の日です。偉大なる剣奏者を記念するために建てられました。剣奏者はアイオン・クリフォトの従者です。彼らが危機を予言し壁を築き上げ、ベロブルグを建立したおかげで人類の文明は滅びの運命から逃れることができました。そして今に至ってもなお彼らはこの町を管理しておられるのです。常冬の日は2つの部分に分けられます。知識と工業の力を意味する歯車と、寒波を意味する巨大な氷の結晶、この2つのシンボルは緊密に噛み合っていることが分かりますが、歯車に封じられた氷の結晶は厳しい自然に屈しないという剣奏者たちの精神を象徴しています。他に質問はありますか？他に質問はありますか？常冬の日は2つの部分に分けられます。知識と工業の力を意味する歯車と、寒波を意味する巨大な氷の結晶、この2つのシンボルは緊密に素材のことですか？色を変えた地髄です。地髄の色は加工時の温度に影響されるんです。剣奏者はアイオン・クリフォト、つまり剣奏者はベロブル。その質問は研究部の世界。寒波はただの自然災害ではないようです。100年前、子供たちは他に聞きたいこと。これは知る人ぞ知る名前だ。カラクリ工房パーペチュアル到着。あれ、ジェパードはここで公演があるって言ってなかった？彼はたまにと言っていた。肝心なところを聞き逃してどうする。じゃ、見たかったのに。ところでさ、あれ見て、さっきから突っ込みたかったんだけど、この街って変じゃない？なんで金付きが家の外にあるんだろう。普通暖房器具って屋内にあるものじゃないの？だとしたら、この街の喧騒者たちは随分単純な思考回路してるみたいだね。性格がもたらした災害はこんなちっぽけな金付きで防げるものではない。壊れた金付き相手に結構喋るじゃん。うわ、かっこいいお姉さんだ。どうも、私はセーバル、このからくり工房のオーナーだ。壊れた設備があったら私のところにおいで。修理する気分になるかどうかは保証できないけど。いやいや、ちょっとこの金付きに興味が湧いただけで。金付きに興味？普通の地髄暖房じゃん。行政区のどこに行っても見られるでしょう。初めて？
あ、わかった。口の軽いシルバーメインから聞いた係屋が数名のよそ者に会ったって話、あんたたちのことだったのか。これは珍しいお客さんだ。ささ、金付きのことでも何でもお姉さんが全部教えてやるよ。あんたたちが見たのはベロブルグで最も一般的な治水暖房だ。見た目は素朴だけど人々の命を保証してくれてる。外の猛吹雪に耐えられる暖房器具がなきゃベロブルグはとっくに死の町になってるだろうね。ここ特産の鉱物エネルギーだよ。町全体の暖房から個人が使う計算機まで全部治水がエネルギーを供給してるんだ。治水はこの星の地下にあって、下層部にいる専門の採掘チームが採掘し、輸送ルートを通して地上に送られてくる。それに対して上層部も同じルートを通して地上にしかない物資を送ってるの。知らなかった？ベロブルグは2つの円盤をつなぎ合わせたような構造をしてて、上層部は政務と貿易を、下層部はエネルギーの供給と資源採掘を担ってるんだよ。でも数年前に命令が出てからは上層部と下層部の人の行き来もなくなったんだけど、とっくこんなこと言ってどうすんだか。独り言だと思ってくれていいから。火を使って料理を作るのと同じ理屈さ。家が鍋だとすれば加熱器は鍋の下にあるかまどの火ってこと。なんかどこから突っ込めばいいのかわからなくなってきた。気にすんなって。ところであんたたち暇そうだね。機器の修理を手伝ってくれない？手工芸だと思えば面白いよ。よし、じゃあお姉さんがお手本を見せてやる。手先が器用で察しもいい。はあ、流されやすいにも程があるでしょう。私は別の仕事があるから他のところも回って。
言ってた列海に汚染された路地ってあそこのこと？こんなに町の中心に近い場所にあるなんて。このまま放っておけば近くの店やホテルはすぐに営業できなくなるんじゃないか。下がれ、これは最終警告だ。しかし私の資産証明書が全部中に。まだ何も。列海が町を侵食している。喧騒者に物資奪還を申請しろ。ここはシルバーメン以外立ち入り禁止だ。列海の侵食が町中まで広がってるなんて。あの路地通りで兵士だらけなわけだ。本当にね。でもうちらが来たんだもん。おじさん、残念ですが諦めてください。外縁通路、資産証明書をなくしたら、ふかふかなベッドとポカポカの枕だ。後で枕投げしない？するでしょ。このホテルの枕ならきっと羽毛だと思うんだよね。美月、クリフォト城にいる時。ストップ、言いたいことなら分かってるって。どうせ美月喋りすぎだとか、美月他人に俺たちの目的を明かしてどうするとかでしょ。はいはい、了解。大体あんたたち二人が回りくどい話ばっかりするからじゃない。でもほら、いい結果になったでしょ。貴賓扱いされてるし、超豪華なホテルに泊めてもらえるし、現地政府の支援まで受けてる。今回の開拓任務も順調に進むと思うんだ。いや、その話じゃなくて。じゃあ何？クリフォト城にいた時、あの大守護者に何か感じなかったか？もちろん。うちだってあんたたちと冒険しながら鋭い観察力を磨いてきたんだから。何も、普通の女の人だったよ。最初はちょっと声をかけづらい人かと思ったけど、ちゃんと話してみたら優しかった。ただあの人の目、見透かす力があるというか、
まりうちらと話してても遠くにある何かを見てたような。ああ、俺も同感だ。あの部屋にいたのは俺たちだけじゃなかった気がする。え、何その言い方、急に怖くなってきた。それじゃあ炭鉱の目はごまかせないよ。俺の考えすぎか。手を貸すという約束守ってくれるといいんだが。早く休もう。明日の話し合いのために気力を養っておけ。まだやりたいことがあるのか。明日は守護者との面会があるんだ。散策する時間はないぞ。長い一日だったよ。ゆっくりお風呂に浸かってぐっすり寝ようっと。おやすみ。早く寝て体力を温存した方がいい。これからの数日間大変なことになりそうだからな。じゃあうちは部屋に戻るね。列車が消灯するのじゃ。何がしたいってわけ？この神秘的な世界を気づき直す、そなたの願いを叶えよう。ねえ、聞こえた？外にシルバーメインが集まっている。好意的な感じはしないな。うちらの迎えにしては空気が重すぎじゃない？勘だよ勘。とりあえず会いに行ってみよう。ここで考えていても時間の無駄だ。下でブローニャ様が待っている。早く会いに行け。くれぐれも妙な真似はするなよ。うちら何か大きな事件に巻き込まれたわけじゃないよね。あれ、あんたは昨日クリフォド城にいた。私はブローニャランド、シルバーメインのリーダー代行だ。真に高貴な琥珀の王の名のもと、偉大なる守護者カカリアランドの命により反逆を目論む罪人を逮捕する。大守護者代理として
あなたたちの行動と発言の権利を一時的に剥奪する。裁判団があなたたちを裁くとき、弁明の機会が与えられる。以上、無駄な抵抗は諦めてついてきなさい。待ってよ、昨日の話と違うじゃん。今日の面談で重要な話をするって。これは間違いなく計画的な裏切りだ。また囚人になるの？三つも星を渡ってると似たようなことが起きるんだね。それはお前がいつも急に熱くなって計画もなしに行動するからだろう。うちも成長したよ。今だって計画を考えてんの？計画…経理…そうだ、二人ともあそこの路地を見て。あそこは烈海の侵食によって封鎖されている。なるほど、確かに実現可能な計画だな。美月、逃げる準備だ。え、本当にいいの？適当に言っただけなんだけど。小市美桜さん。列車組の合図だよ。1まで数えたらうちと一緒に走ってね。訓命無理。おい、何をブツブツ言っている。おとなしくついてこい。一時精神。、ではでは皆さん、お先。飛び込むなんて自信過剰なのか、自滅の道を選んだのか。やはりお母様の判断は正しかった。失踪か死亡と報告しましょうか。いや、大守護者様は犯人を捕らえろと命じた。封鎖エリアに飛び込んだとしても追撃を止めるわけにはいかない。生きていようが死んでいようが私がこの目で確かめる。承知いたしました。私が今できることはベロブルグを脅かす悪党を駆逐、それだけだ。やっぱりあいつら怖くて入ってこれないんだ。これで自由。ざまあみろ。うちらを捕まえるなんて100年早いんだよーた。成功っていうのはみんなリスクを背負う覚悟のある人だけが掴めるものなんだよ。シルバーメインは不意をつかれただけだ。すぐに追ってくるだろう。道に沿って進んで安全を確保してから次の計画を練るとしよう。理由があってあの大守護者は考えを変えたわけ？急に捕まえに来たりして。人が寝てる間に奇襲なんて卑怯にも程があるっつうの。あの女からは不穏な気配を感じた。やはり俺の勘が正しかったということか。意味はない。礼儀の待ってないお客さんね。星の祝福をあなたに。うちの出番。星々が私たちの名を記憶してくれる。Thank you.
今さら後悔しても遅い。同点変化超無意規格。今だ。ラッキースターは誰かな。うちに出くわすなんてついてない。ほら、どけ。作戦はっ。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。私たちの名を記憶してくれる。